長年のキャリアの中で磨き上げたスキルや人脈を生かすなら BYM のエグゼパート、企業顧問としての活躍をサポートいたします。詳しくは概要欄からご覧ください。年収チャンネルの谷国です。本日の企画は家ついて行ってみた。本日は内定チャンネルでおなじみ今鹿の家に行ってみたいと思います。僕と今鹿は今一緒にインスタ、TikTok の動画を配信してるので、その映像も後ほど流せればなと思ってます。では行ってまいりましょう。なんと今鹿さん3階建ての一軒家に住んでおります。ベイス、おはよう。おはよう。なんでお前タメ口なんだよ。いや、株元エプロン中。はい、ということで、今鹿でございます。この家はいつから住んでるの？マジで2週間前とかっすね。もともとは町田市の方に住んでて、今は新宿区の外れぐらいですね。なるほど。なんで一軒家なの？グリーンバックと僕もともと一緒に寝てたんですよね。ここにグリーンバックがあって、僕ここ寝るみたいな、それが嫌すぎて引っ越したいなと思って、なおかつ強制退去されちゃって、音でだったら、まあある程度隣人がいないやつがいいなと思って一軒家しました。今日来るって言ったのに全然片付けない。いや、これ掃除してますよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。お風呂は綺麗だね。まあ2週間っていうのもあるんですけどね、正直。こっちがキッチンですね。なるほど。これは誰が作ってくれてるの、ご飯は？基本作んないですよ。なんか最近このシーチキンにご飯かけて食べるみたいな。なるほどね。とあと頭良くするためにやっぱアボカド、これは高学歴必須のアイテムなんで、これもよく一緒に食べてるって感じですね。はい、わかりました。全然響いてないじゃん。こっちが1階の部屋っすね。今ぶっちゃけ使ってないっすね。そうなんだ。使い道がなくて、誰か泊まりに来た時とか、友達とか、あとまあ飯食う時あるかわかんないですけど、まあここにしようかって感じっすね。で、まあこっちが2階って感じっす。うん。こっちが寝る部屋ですね。今まで何人女の子呼びました？いや、呼べないっすよ。タミクニさんじゃないんだから。おいおいおい、タミクニさんで、カブモツさんじゃないんだから。おいおい、やめろやめろ。すごいんだからね、あの2人。ほんとにやめろやめろ。で、こっちが、撮影スペース。普段あのデジタルタトゥーを生み出してるところですね。ここは騒いでも大丈夫なの？意外と壁薄くて、11時以降やんないようにしてますね。なんか苦情来そうだなと思って、まあある程度でも騒いでも OK かなみたいな。なるほどね。というわけで改めて自己紹介お願いします。カブモト、いや、フランチュー。はぁ。はい、ということで、今鹿チャンネルと内定チャンネルの司会やっております、今鹿と申します。お願いします。お願いします。大学はどこ出身ですか？国立の神奈川大学っていう名門大学出身です。私立の偏差値45ぐらい。おい、うるさいな。もうだって、もうそれ言っても年収チャンネルそんな学歴返したことないんじゃないですか。慶応、早稲田、あー止めてくれ、神戸大、あーで、新潟大。ちょっと柔らかましたね。 YouTuber を始めたのはいつからなの？2020年の7月にアカウント開設してちょこちょこ投稿してたんですけど。大学何年生？大学4年の夏に投稿し始めて、本格的なのは卒業手前ぐらいです。就活が終わった後、やってる途中ですね。あんまうまくいかなくて。今しか受けてる時って就活市場って厳しかったの？コロナでリモート成り立てなんで、もろ打撃は食らってないんですけど、企業によっては狭めてるとこもありましたね。どういう会社に入りたかったの？最初は SIR っていうんですか、システム系入りたくて、途中からそれこそ株元さんの20分時間くださいみたいな、あの動画見てウェブマーケティングやってもらって、その辺から切り替え出したみたいな感じです。ただ何社受けて何社泣いてもらったの？50社ぐらい受けて1社もらったんですよ。1社ちゃんと泣いてもらったんだ。1社もらったんですけど、 SIR みたいな系の会社で、でも株元キッズなんでウェブマーケしかないっていうふうに気づいて、うん、そこでウェブマーケの会社じゃなかったんで、ウェブマーケ系の会社に変えたって感じです。ウェブマーケ系の会社に変えたけど、どこも受からなくて YouTube 始めた。そうですね。 YouTube は初動でうまくいったのか、下積みが長かったのか？長かったですね。半年ぐらいはうまくいかずみたいな感じで、牛丼早食い RTA みたいな。うん、頑張そう。いや、面白いっすよ。効果歌ってみたとか、そういうのをやってましたね、最初の頃。1万人まで行ったのはどれぐらいの時？2021年の夏ですね。アカウント開設し始めたからは1年なんですけど、本格的に頑張り始めてから半年ぐらいで1万人は行きました、うん。大学卒業した後に1万人を超えた。あ、そうですね。それだと卒業後食べていけなかったと思うんだけど、どうやって生活してたの？妹の家転がり込んでみたいな。父親も東京住まいなんで3人で暮らすみたいな話になって、衣食住のところは書くな、ところじゃないか、衣食住のどういうこと？衣食住の住は確保したと。食の部分に関しては、あの長期インターン始めて、うん、なんとか食いつなぐって。本来みんなが社会人1年目の4月のタイミングはどれぐらい月収があったの？リアル12とかっすね。インターンのアルバイト代だけです。そのインターンは何をやってた？総合広告代理店になったんですけど、ウェブ広告の営業だったりとか、パワポ作成とかっていうのをなんかやってました。営業できるにもしか、バチバチっすよ。
青プリ呼んでください。企画大学生の時に光回線とかやってましたね。ショッピングモールでキャッチしてるお兄さん高齢者連れてきてスマホを買っていただいたりとか、うん、光回線に契約していただいたりっていうバイトやってましたね。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。もう就職しないって決めたのはどのタイミングだったの？去年の今頃ですね。秋ぐらいまでは YouTube で並行しながらアルバイトしてて、大学卒業してからやってるウェブマーケの会社でインターンをずっとやってる。いや、じゃないですね。その後にアドアフィリエイトの会社に先輩のつつで行って、その後に TikTok コンサルの会社みたいな、2週間やっちゃったんですけどなんでなんか合わないなと思って。大学4年生の時に1回新卒で入社を諦めたのはどのタイミングだったの？2月ぐらいですね。ギリギリまで就活はやってたんだ。そうですね、大学4年の就活をもう早々切り上げて就職留年とかすればよかったんですよね。1社内定もらったけど行きたい会社はどこも受からなかったから、一旦はインターンで食いつなぎながら YouTube、TikTok を伸ばしてみるっていうことを頑張った。そうです、それと並行して就活もやってたみたいな。2月にもう諦めたっていう形。就活浪人の時は去年、就活浪人もしたんだ。 しました。時系列めちゃくちゃぐっちゃになってると思うんですけど結論は就活2回やって大体100社ぐらい落ちましたと。就活浪人、就活留年、浪人です。21年の今新卒2年目のこと一緒に就活した感じです。就活2年目に入ったわけだよね。その時はどうだったの？全敗です。内定1個も取れなくて終わりました。大体1年目でさ、はい、自分がここがダメだったなって気づくわけじゃん、はい、それを2年目に改善したら劇的な変化は基本的にはあるよね。てかさ、僕間違ったかもしれない。去年は就活やってないって感じですよ。今社会人だったら何年目の年？3年目の年です。1年目の年はやってました。だから1年目の年はやってんだよ、はい、分かってますよ。すいません、やばい、これバカがまとまれる。本当にコメント欄で毎回叩かれてるんですよ。内定チャンネルで株元さんとベテランチっていう YouTuber に僕総攻撃されて一回泣いちゃったんですよね。あの2人泣かされたんですか、あのいじめっ子2人に。帰りめちゃくちゃ泣いてて、株元さんが今しかに声かけて一緒に帰るかって言って株元さんのタクシーで一緒に帰ったんだよね。はい、そうです。その時どんな話したの？ベテランチはでも社会不適合者が大丈夫だよみたいな、今しかは切られるわけないよみたいな、そこで僕一番響いたんですけど、その次の週からまたベテラン人が来るっていう、地獄だっていう風に、それなりに爪痕残してくるっていう、強いなっていう感じですね。音波対決みたいな、はいはい、今しかとさ、ベテラン人のさ、レベルがさ、100対3ぐらいだと思う。そんなないっす、100対1ぐらいですよ。いや、そんなないから、なんでもっとさ、タメクニさんぐらいだったら、まあ、いけるかな。なんでもです。あ、しばきインスタの運用費削減。あー、やめてください。やっぱタメクニさん勝てない一番強いと思う。カモツさんより全然強いっす。今今しかに発注してるのって俺の運用もあるし、はい、他のもあるから、はい、年間で言うと多分300万分ぐらいは発注してるよ、ね、そうですね、はい、まあ別に切ってもいいな。いや、でもタメクニさんって皆さんイケメンなんですよね。でそれで高身長でもういいよじゃあ時系列にいってことでしょうか、はいはいはい、本来みんなが社会人1年目の年に就活もう1回やったけど、はい、うまくいかなくて、その時インターンも並行でやった、ね、はい、どのタイミングで諦めたの？2年目の年の秋に諦めて、そこから瞑想期間に入った感じですね。諦めてどうなろうと思ったの？何も考えてなかったんですよ。 YouTuber になりたいっていうふうに思いつつも、まあ、現状の再生回数がちょっときついなみたいな。当時はどれぐらいの再生回数？月収に行ったらいいと思うんですけど、10万とかだったんですよね、YouTube 収益が。まあ、専業をやりたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと現状厳しいなっていうふうにやって、だったらまあ他の会社行きながらでもいいかなみたいな感じで、どっかのタイミングでそれこそ YouTube 運用だとか TikTok 運用に切り替えるんだったら切り替えるし、専業的な専業でいいかなみたいな、まあやふやな感じでした。その時は YouTube で10万ぐらいとインターンで10万ちょっとぐらい。月によりますけど、そうですね、20万からよくて30ちょい跳ねたりとかっていう感じです。月20から30は他の新卒の子とか2年目の子とかとそんなに大差はないけどボーナスないみたいな。あ、そうです、そうです。年収で言うと300万くらいぐらいですね。そこからこんな大物 YouTuber になるまでやっぱり内定チャンネルさんと TikTok の運用とかを自分の力でやり始めた。自分の力っていうのもおこがましいんですけど、アルバイトじゃなくて一フリーランスとしてやり始めたって感じです。 TikTok の案件とかはどうやっていただいてきたの？1社目のインターン先からいただいてる感じです。内定チャンネルはどういう経緯で話せるかわかんないけど、まあ、1回目でゲスト出演して、そっからなんか数ヶ月経った後に担当の方からやりませんかみたいなお話いただいてる感じでございます。いきなり司会やってショート伸ばしてだったのか、どんな依頼から始まったの？1回目は本当に司会だけやってっていう感じ。
なんでさ、今しかに司会を依頼するんだって。どう考えても司会がうまくないのはさ、5分喋れば。いや、それ言い過ぎっすよ。結論ファーストじゃないし、多分これ見てるとわかると思うんですけど、まあ、多分イライラしてますよね。あの時系列がこっちが整えようと思ってもどんどん違う時系列で喋られちゃうし、僕のね、司会力のなさっていうのは1回置いてて、はいはい、就活を一応2回やってるじゃないですか。就職浪人とか4年生大学通って、ちゃんとみんなと同じ就活を分かってるっていうのはある種も希少価値っていう、はい、意外といないんですよね。なおかつ学歴系の発信してるっていう、顔も出してるし、企画もいっぱい出したんで、まあ、そこ重宝されたって感じじゃないですか。今は内定チャンネルであったり、はい、自分の YouTube、TikTok の運用だとか、はい、僕と一緒にやってるお仕事とかで、だいたい月収はどれぐらいある？月には本当によるんですけど、70前後です。もっと絶対増えてるな。終わった仕事もあったりとか、自分のチャンネル伸ばしたいなと思って、今減らしてる状態なんで、現状はそのぐらいです。年間で900弱ぐらい。計算だと、1000乗るか乗らないかぐらいかなっていう感じです。今年25歳で1000万台のバカだって20代で1000万稼ぐのって 0.0 何パーセントとかだったと思うんだよね。かつ25でキーエンスよりもワンチャン稼いでる説、見てる方も思うと思うんですけど、マジで僕はマジでラッキーパンチなんで、ぶっちゃけ5年後生き残ってるかっていうと、僕マジで全然おごる気もないっていうか、ここにも住めないと思ってますね。正直ここは今家賃いくら？13です。一軒家で13万で、駅からもそんな遠くない？安いとは思うんですけど、鴨本さんの国はタワマン行っちゃいなよとか言われたんですけど、ちょっと怖いなってビビっちゃうぐらい自分の能力の低さがもう分かってるって感じです。30歳のタイミングとか、はい、それ以降とか、どういう風になっていきたい？YouTube やっぱり好きなんで、演者として今しかチャンネルだったりとか、今違うチャンネルも作ろうと思ってるんですけど、30何歳ぐらいまではできる限りはやりたいなっていうのが、それが一番で、あとはお金いただけるんだったらいっぱい頑張って稼ぎたいなっていうのが二つ目ですね。30歳までどうなってたいとかは正直あんまりないです。いくら稼ぎたいとか、フォロワーを何人までにしたいとか、どれぐらいバズる動画を出したいとか、明確なのは今はないっていう額で言うと3000万ぐらいは行きたいなっていうふうに思ってます、うん、でバズる企画に関してはやっぱ100万回とかを月1本ぐらい出せるようなチャンネルにしたいなっていうふうに考えてます、うん、今しかに運用してもらって多分2ヶ月目の初っ端ぐらいで僕も170万再生ありがとうございます出してもらって、いやいや僕の方こそ、ありがとうございます。ちょうど今日はこの後今しかとインスタ TikTok の撮影があるんで、ちょっとその様子も流させていただければと思いますので、もし気になる方は概要欄にリンク貼っておりますので、登録していただいたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、お疲れ様です。今日も契約ゼロでした。は？契約ないってお前寒いから。でも新卒1年目だから、まあ多めに見てくれるかなって。とりあえずお前飛び込み行ってこいよ。